嫁が昨年万引きをしてから明らかに精神的に不安定になってると思う。万引きは悪いことだってのは俺も嫁も理解してる。実際、嫁が万引きしてしまったのは俺が隠してた借金のせいで貯金を差し押さえられ、同時期に仕事でミスをして大幅に給料も下がって生活が厳しいから、月に20万も稼げなくなったのに、嫁は二人目妊娠中で働くこともできない。そして臨月の時に上の子のお菓子を万引きして警察から連絡があった。嫁は俺に対してこれでもかと謝ってきて離婚しよう、泥棒と生活は共にできないでしょうと言ったけど、子供のお菓子すら買えないほどの生活状況を作ったのは俺だし、俺に嫁を責める権利はない。そもそもが俺のせいでうちの貯金はなくなり、俺のミスのせいで給料が下がった。それらに対してもちろん話し合いというか俺が謝り倒しただけをしたけど、そんな俺を見捨てずにいてくれた嫁をなんで俺が見捨てないといけないんだ。万引きはダメなことってのは俺よりも真面目な嫁が十分理解してるし、その真面目さのせいで嫁は精神を病んでしまっている。万引きのことは俺以外誰も知らないんだが、嫁両親や近所の人と話すときは普段通りなんだけど、俺がいるとダメみたいだ。テレビの話題を振れば普通に帰ってくるし、笑ってもくれるけど、目が笑っていないような、常に熱を出しているような、そんな違和感を感じるようになった。二人目も生まれて大変な時期なのもあるのか。上の子の時は常に寝不足そうだったが、それでも明るかった。けど、今は、仕事をするように、無表情で授乳したりおむつ替えたり。おむつ替えてる時に、ションビンが絨毯に飛んだって時も、慌てるとかびっくりするとかなくて、無反応。だけど、手際よく後処理を始める。これと同じ、ことを嫁両親がいる場でやると、わあちょっと待って、と笑いながらしてたのに。嫁は専業なんだけど、子供と日中、どう過ごしてるのかわからない。おそらく、必要最低限の外出以外はしてないと思う。一日中出巻きでいることが増えた。幸い、上の子はアパートの土のあるベランダで日中遊んでるようだけど、公園なんかも全く行っていないよう。先月、保健師さんが家まで来て、下の子の件見をしたが、嫁は、俺以外には明るく接するので、嫁も子供も異常なしと判断されたみたいだ。うまく表現できていないが、嫁は、精神的にまずい状況なんだと思う。嫁両親とか、誰か他の人がいると、俺にも普段通り接してくれる。笑顔も本物。でも、元をたどれば、俺のせいだし、病院に連れて行きたいけど、お金がないし、俺も休みが取れない。子育ての相談をする施設みたいな、ところに、電話で相談も考えたが、現況は万引きしてしまったことだし、もし嫁が万引きしたことが他人に知られたら、嫁はもっと病んでしまう気がする。